はい、どうも、のりまるです。今日は2018年2月の6日、火曜日ですね。今日も失敗エントリーを送っていただいたので、それについてね、あれこれとお伝えできればいいかなと思います。よろしくお願いします。いつもお伝えしていることですけれども、この失敗エントリーというのはね、自分がスキルアップするためにとても大事な、もので、まあ、価値トレード、言ってみればね、価値トレードっていうのは、特に得られるものはないんですよね。逆にこう失敗エントリー、マーケットトレードっていうのは、自分の欠点だったり、感情のブレだったり、そういったものが色濃く出てくるものなので、この失敗エントリーを振り返って、それを次に生かしていくっていうこと、その作業がね、とても大事ですよというところ、それをね、冒頭にお伝えして、今日もね、お便りを読んでいこうと思います。はい。鳥村さん、日々のトレードお疲れ様です。早速、エントリー考察をお願いしますということで、2月の18日、違うわ、2018年2月の5日ですね、昨日のエントリーですね、ドル円で買いのエントリーをしましたと。結果はマイナス10ピッツだったと。エントリーの根拠、109.795円でトレンド転換の要請を得て、その後も高値を更新し続け、おそらくこの辺りの値動きですよね。で、2月の5日なんで、おそらくこの辺りで買いのエントリーをしたというところだと思います。で、ここで、直近高値を抜けて、ぐーっと陽線が立ったっていうところを、言ってるのかなと。い。で、一度、109.83。ここですよね。こう、押し目を作ってからというところですよね、多分。そうですよね。で、陽線を出して、上昇。109.8円付近がサポートラインとして、機能をすると判断したと。その後もしばらく見守り続け、109.998、109、この辺りかな、この辺りですね。要請のため、次の足でエントリーしたと。画像は下線がエントリー、青線が損切りラインというところで、画像も送ってもらっています。赤線がエントリー。ここでエントリーしたと。損切りラインが青線。で、多分ここで損切られたっていうことですかね。そういうことかな。値段が。ちょっとエントリーの瞬間がどこなの？この黄色線ですかね。違うかな。大体の場所が分かったんでね、それで、考察してみたいと思います。以下、続きがありますね。質問文になります。個人的には4時間足の押し目の109.2円付近に達するまでは買いの目線で見ていますが、これは正しいチャートの見方だと。ひとまずね、4時間足で、流れを見ていくっていうのは、すごくいいことで、流れをつかみやすいんでね、皆さんにお勧めしている方法ですよね。で、ちょっと線を引いておこうと思いますけれども、エントリーしてもらったのは多分このね、陽線立ったこの辺りの足ですよね。で、ここの位置までどうなったのかというと、ずっとこう下ってきたんですよね。ずっと下ってきたのが、この辺りで底値を作って、こういう三角持ち合いを経て、そこからこうぐーっと上昇していったっていうのが、この4時間ですよね。なので、ここ、見て分かるとね、移動平均線上抜けてますし、開発力が強そうだなというところですよね。個人的には4時間足の押し目の109.2円付近に達するまでは、彼の目線で見ていますが、これは正しいチャートの見方が、4時間足で押し目の109.2円付近。あ、これですよね。ここですよね。ここに達するまでは、買いの目線。そうですよね。明確に目線が変わる位置っていうのが、ダウ理論の定義で、最後の押し目のライン。
ここ、まあ自分は109.3円付近で、ね、聞いてますけども、ここを下抜けてくると、まあ目線が変わると。まあ目安としてですね。なので今、これもチャート出来上がってますけども、強く陰線が出てきて、ここ、まあ割り込んだこの位置からは、まあ明確にね、売りの目線になってるっていうところですよね。チャートの見方的には、良いと思います。まあ、ただしっていう、ただし書きがつきますよね。はい。まあ、それはまあ後ほどお伝えします。今現在、安値を更新し続けているが、109.2円付近達するまで売りのエントリーは控えるべきか。これはまあ、今回の確信かな。まあ、自分は確かこの辺りで売りをエントリーしましたよね。まあ、その理由も含めてなんですけども。まずまあ、日足のチャート見てみますか。これ、まあ、最近朝撮ってる動画や、まあ、週末の振り返りで、まあ、散々お伝えしたことなんですけども、これ、まあ、結構強く売られてきたんですよね、これね。まあ、1月の頭から、こういう天井圏、まあ、切り下げラインを、まあ、下に抜けてきて、まあ、きっかけとしては、この辺りから、まあ、強い売りが始まったんですよね、今回の。で、まあ、ここで抑えられてるわけですけども、まあ、一応直近の安値、目標を達成したっていうところで、そこからこう、一回こう、まあ、上昇してきたっていう流れですよね。で、日足で見ると、今の流れっていうのは、まだまだこう、下方向に向かっている流れで。まあ、言ってみれば、ここっていうのは、日足で見ると、まあ、戻り売り候補として、とても狙いやすそうな場所だよっていうことはね、先週の振り返り等でお伝えしていたところだと思います。で、こう、波のリズムのね、フィボナッチを当ててみると、ちょうどここが60.8%っていうところで、まあ、結構売られやすいところですよね。じゃあそこを4時間足で見るとどうなるのかっていうところですよね。で、まあ、自分たちはというか、まあ、自分がお伝えしている動画の中では、4時間足のトレンドフォローしていきましょうよっていうところはね、まあ、常日頃お伝えしているところで、まあ、それを、まあ、軸にしてね、狙っているわけですけれども、じゃあ今回ここから上昇していったこの4時間の波、トレンドラインを集めると、まあ、こんな感じになりますよね。なんで、まあ、ここで、まあ、買いのエントリーしたと。まあ、上昇に転じて買いのエントリーしたと。で、まあ、直近の高値、まあ、この辺り前の形を狙って、もう押し目買いを狙っていったっていうのは、まあ、決して悪いエントリーではないと思います。で、もう一回ね、ここを、まあ、拡大してみると、まあ、こんな感じですね。ちょっと実際どこ、ここかな、この陽線が立ったところかな、エントリーしたのは。ちょっと画像と、定かではないんですけども、どこだろうな。この辺ですかね。ちょっとわかるようにね、明確なこんな縦線ないし、まあ、矢印ないし、書いていただけるとすごくわかりやすいんで、次回はね、それでお願いしようかなというふうに思います。これもね、例えばこういう切り下げラインがあって、ここで、切り下げラインをブレイクして、まあ、高値。よいしょ。こんな感じでね。ブレイクしていっているので、まあ、このあたりでエントリーをして、まあ、直近高値までの、まあ、トレードというのは、まあ、決して悪いトレードじゃないですよね。で、損切りが、このあたりかな。109.6。違うな、109.8。この辺かな、この辺ですかね。109.9888なんで、この辺かな。この辺かもしれないですね。ちょっとこの画像と、照らし合わせて、ちょっとどの、明確にどの位置かっていうのがわからないんで、申し訳ないですけども、値段からすると、まあ、この辺りかもしれないですね。で、損切りが、この辺りで、利確目標が、まあ、この辺り。
かもしれません。はい。で、これ、週末の雇用統計ですよね。で、つけたこう強い要請。これ、週末に、動き出したところ で、週の頭。ここから始まってるんですよね。2月の5日。で、一回こう高値を調整しに行ってから、ぐっと下がってきたと。これ、今、ドル円の30分足ですよね。エントリーしまったのが15分なんで15分にしましょうか。15分足にします。で、この辺りですよね。で、形だけ見ると、こうトレンドラインがあって、そのトレンドラインをブレイクして、まあ上昇していったっていう形を、まあ狙うのは、すごくいいとは思うんですけど、ここだけ、まあこうクローズアップしてみると、全部消しちゃいますね。この雇用統計 失礼しました。この雇用統計でつけた、この、まあ、強い要請。ここで、一回この110円っていうところをブレイクしていったんですよね、これ。これはまあ結構強い大きな意味があって、もう一回上位足で見てみますけど、4時間足。ここはね、まあ、意識された、過去意識されたラインで、ここを抜けてくると、ここの波がね、まあ、60.8%は上抜けてくるところで、まあ、波が変わってきそうな場所ですよね。で、まあ、その位置から、これ、まあ、週末ね、こう、クローズの時間まで、こう、じわ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 来たんだけども、最終的にこう、ズーンと強く売られてきて、一度戻しをつけて、まあ、再度売られてきて、この週、先週が終わったと。で、週が明けて、そこから まあ、一度こう、高値を試しに行くんだけども、その高値をまあ更新できずに、だらだらとこれ下がってきたんですよね、ここで。で、下がってきた値段が、この110円を割り込んできて、結局、この雇用統計をつけた、この要請の根元まで来たと。ここだけの動きを見ると、結局これ、110円をブレイクできなかったような動きになったんですよね、ここで。もう一回4時間足見てみましょうか。こんな感じで。で、結局これ、110円をブレイクできなかったってことはどうなったかっていうと、ここでの戻り売りが、まあ、入りやすい形になった、より入りやすい形になったっていうところですよね。結局それは、まあ、日足レベルの、ここの下落に対しての戻り売りが、まあ、入りやすい形になっていったと。そうやって見ると、まあ、すごく自然にね、例えばこういうところでは、すごく売りやすいポイントになったのかなと。まあ、自分だったら、確かまさにこの辺ですよね。まあ、1個前、2つ前ぐらいの動画に、おそらくあると思うんですけども、この辺りで、売りのエントリーをして、うまいことね、この、まあ、下落を、まあ、取れたわけですけども、まあ、これね、まあ、そこまで強く売られるのは、まあ、想定外だったにしても、日足レベルの戻り売り っていうのを、週末の金曜日の時点で、確かね、想定した、この矢印みたいなのを書いていたと思うんですね。なんでそうイメージしたかっていうと、結局この110円を、一回こう、雇用統計の力を借りて抜けたんだけども、それが結局、まあ、無に帰ったと。っていうのが、まあ、ここの値動きだったんじゃないのかなというふうに、見たというところですね。で、結果的に、まあ、その方向に、最終的にはもうこれが修正波の始まりとなって、戻り売りが入っていったっていう、まあ、そういうチャートになったんじゃないのかなと。なので、まあ、自分の見立てとしては、まあ、売りエントリーを、まあ、したかった場所ですね。より上位足、4時間足でチャートを見ていたんだけども、4時間足で、その明確な方向性が見えないときには、その上の日足を見るんですよね。なんで、まあ、そこで売りのエントリーをするのが まあ、とても、
いい形だったかなというところだと思います。ただし、基本エントリーというか、教科書通りの考え方でいくと、順張りというところ、これは決して悪くないですよね。ただそこをもう少し、観察して、よりね、深く見ていくと、この15分足のこの画像で見ると、ここはね、そういった動きが、出てるような、テクニカル的にですね、そういったチャートだと思うので、これね、下から続いているトレンドラインですけども、最終的にはここを割り込んでいくような流れっていうところを、想定して見ていけると、すごくいいエントリーにはなったんじゃないのかなというふうに思います。ただね、送っていただいたもの、損切りは小さいですし、目標も直近の高値、明確にありますし、損切りラインもしっかりしてるんで、決して悪いエントリーではないと思います。ただね、今回の形としては、4時間の取りどころだったとしても、ここは少しね、売られやすいポイントなので、より良い、精度の高いものにするとすると、もう少しね、やりようはあったかなといったところだと思います。そんなところですかね。今のこの円の形っていうのがね、反転して上昇するチャートというよりも、かなり、上からの圧力が強まっているチャートに見えるので、それを踏まえてね、日足レベルの戻りより、日足で流れが見えなければ、週足レベルの流れというところを見て、このチャートを見ていくと、そういった部分もね、見えてきたかなといったところだと思います。抜けた抜けないの判断っていうのは、本当その人それぞれ、見立てはそういう人それぞれなんですけども、なんて言ったらいいのかな。今回のこの場所に限っては、日足レベルの戻り売りが入りそうな場所で、抜けたか抜けないか、はっきりしない場所ではあったので、それを考慮して見ていくと、より良いエントリーになったかなといったところです。プラスして言うと、その抜け出た足、これが週末の雇用統計でつけた強い陽線ですね。そこと週明けの動きというところを見ると、実際ここでね、雇用統計から週明けまでというところは、ちょっとエントリーではなかなか難しいところだと思うんですけども、これを観察していくと、ここで作った、抜け出た足っていうのが、ここで、原点まで持ってきて、行ってこいでなしのような形になっているので、これは、抜けられなかった形になったのかなというところ。それがね、こういうところから、情報を読み取ることができると、良いエントリーになった可能性はありますね。ただ繰り返しですけども、損切りも安いですし、利確目標も、しっかりしてますし、しっかりと した考察をしていると思うので、このままね、同じような見立てをしていくといいんじゃないのかなというふうに思います。一つ、注意するとすると、例えば4時間足のトレンドフォロー。これトレンド発生、直近の高値を抜けてトレンド発生。じゃあもうこれはもう目線が上だと。そういうふうにね、あまりにこう偏った目線でいくと、もう一つ上、日足だったり、さらにもう一つ上の週足だったりっていうところの、売りのことを考慮せずに、行ってしまうこともよくあって。これ相場の落とし穴みたいなもんなんですけども、一方向に偏った考え方っていうのは危険なんですよね。常に逆の方向。ここで買ってこうとするときには、じゃあ逆の人、ここで売ろうとしてる人は何を考えてるのかなっていうところ。それを両天秤かけていくと、もう一つね、一段階進んだ、いいエントリーっていうところに、目が向く可能性はあるので、今度ね、こういった場面でエントリーする際には、そういったところもね、考慮して、いくと、より良いエントリーにつながるんじゃないかなというふうには思います。長くなりましたけども、今回の話は、以上です。
何かのね、参考にしていただいて、次回のトレードに活かしていただければと思います。それでは今回の話は以上です。それではまた更新します。失礼します。